原田さんじゃねえか。何してんだ。木戸くん、あなたこそなんでこんなところに。まあこの夜にそんな物騒なもの構えてればお互い答えは一つなんだけどな。原田さんもそのインバースだったとはな。私も驚いちゃった。まさかとは思ったけど、その赤い刀身、噂に名高いインスレーター、あなたが野党の姫に組みするもの、アンノーンアクターだったなんて。それに関しちゃ言い訳はしねえけど、あいつは悪いやつじゃないんだ。理由があって一人で戦ってる。だから俺はあいつを助けたい。ヤトという組織、そしてその代表格である彼女が悪い人じゃないことは理解してる。真に警戒するべきなのはパラドックスだからね。けどこの夜にその両者が出会おうとしている。これは私たちとしては見過ごすわけにはいかない。私の言い分も分かってくれるよね。そうだな。この夜のもとにいる以上、お互い譲れない理由があるのは分かりきってるんだったな。そうと決まれば実力行使だ。ここは通らせてもらうぞ、リヒトクライス。そうだね。この夜のもとにいる以上、戦いを避けることなんてできないんだった。ここからはリヒトクライスの執行官として相手をさせていただきます。我が行く手を遮るインバース、虚無に組みし人にあだなす存在としてここで撃ちます。ファーストフローズリバイド。行きます。どうだった。世界には戻れない。ここはそういうところだ。俺の力見せてやる。お前ごときが。ファーストフローズリバイド。セイッチかけるそれくだらセイッオービッチセイッチファーストなかなかの腕だ。後期ここだ。未熟それそれノーファーストここだ。いいその手逃した。
よ。なかなか不明な攻撃誰よ。なんだ、ウィン、駆け直しか。はい、止めるとは。セカンドクローン、リバイド。おい、駆け誰よ。なかなかの連れて、くだらき、くだらき、後期か、取るに足りん、くだらき、くだらき、逃したぞ、中お前、さっきから、おら、くだらき、くだらき、くぞ、くぞ、ほら、誰よ、絶対になんで、君へのくだらかけ、前に死ぬかけ、まだだ、くっ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 、なかなかの腕だ、やめてんだ、くだら、帯だ、終わらせる、逃さ、こう、くっ、くっ、なんだ、それ、苦手、シャドウシア、ブラックダウン、破れるだと。そのまま寝てな、ウィン。はい、はい、普通の高校生か、俺も。この力で終わらせてやる。積もりかし。ファーストクローズリバイド。ザン。対応徹底。ゾ。やっ。ゾ。ゾ。ゾ。誰にだ。くらえ。そんなもの。やるな。オービタ。この。やった。なかなか。やった。この。くらえ。ゾ。ほう。やるな。ゾ。なか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 なやるじゃねえか。ザン、オーバー。ゼッタ、くらえ。ハッタ、ハッタ、ハッタ。なれよ、キレイ。シャドウ、シャドウ、キレイ。中でやるよ。ハッタ、ザン、ここだ。これは、キレイ。これは、キレイ。やるな。ハッタ、これは、ゼッタ、ハッタ。そのまま寝てな、ウィン。はい、ったく次から次へとよく挑みに来るもんだな。やはり来てしまったんだな、ハイド。あれほどおとなしくしていろと言っておいたものを。リンネ、無事だったんだな。心配したんだぞ。たく、俺を置いていきやがって。そういや、ワレンのおっさんはどうした？まさか誰かにやられたんじゃ。縁起でもないことを言うな、バカ者。あの怪物がやすやすと倒れたりなどするものか。途中で楽しそうな強者がいるから相手をしてくると言って別れたよ。嬉しそうにな。まったく、あれを倒せる者がいるなら私がお目にかかりたい。そうなのか。相変わらず元気だな、あのおっさん。けど安心しろ、ここからは俺がお前を助けるからな。そりゃおっさんほどの頼りにはなんねえだろうけど、一人で戦うよりずっといいだろ。いや、
構えろハイド、言ったはずだ。この夜のもと出会えば我らとて敵同士だとな。お前は私を助けるため共に進みたい。私はお前を連れてはいけない。これでは平行線だ。リンネ、お前本気で言ってるんだよな。この先に待ってるのはあのパラドックスだ。お前一人で勝てるつもりなのか。どんな理由があるのか知らねえけど、二人で協力して戦うべきじゃねえか。勝てるかどうかは関係がない。この命尽きようと次の体にまた生まれ変わるだけさ。お前の手に握られている。俺たち二人のどちらが意志を貫くか。分かったよリンネ、ならここから先は俺が進む。俺が全てを終わらせる。お前らしい答えだな。いいだろう、それもお前の選べる道だ。だが今度こそ約束をしろ。負けたらこの先へは進まない。私の後は追ってこないとな。ああ、今回は真面目な話だからな。約束は守るけどな、お前の方こそ俺が勝った時の話忘れんじゃねえぞ。ファーストクローズディバイド。今やめるな。詰めが甘い。なかなか詰める。詰めが甘い。なめるのでかい。セカンドクローズディバイド。いい打ち込みだ。ようこそインスレーター。ここがうつろの夜の深淵、光と闇の祭壇。パラドックス、ああ来たぜ。お前との決着をつけるため、そしてこの夜を終わらせるためにな。あら、さすが男の子。しばらく見ない間にずいぶんいい顔になったわね。どう？ヤトの姫なんて捨てて私の側につかない？アムネジアによる、私たちによる新しいルール作りをしましょうよ。ヤトもリヒトクライスも、虚ろの夜の秩序と同棲だなんて聞いてるだけでうんざりなのよ。選ばれたものであるインバース、そして選ばれた力イグジス、これくらい好きにさせろってのよね。だから変えましょう、くだらない古びたものを
根本から全部ぶっ壊した。そしてうつろの夜すらも私たちが掌握する。それだけの力が私たちにはある。どう？そんな面倒そうなことに興味はねえよ。俺はただ普通に暮らしていたいだけなんだ。それを邪魔するって言うならお前の野望ここ…やっと分かったよ。お前らみたいにイグジスに溺れそれを悪用して騒ぎを起こそうって企む奴らがいる。リンネが俺の前に現れたのも俺にこの剣が託されたのも偶然なんかじゃない。あいつの意志、やろうとしたことを俺が代わりにやってやる。今の俺があいつにしてやれるのはそれだけだ。そう、残念。いいわ、説得はもう諦めるわ。坊やのインスレーターも、ヤトの姫の封印も、手っ取り早く力ずくで奪うしかないってことね。そして私はインバースを超えた存在であるリバースを目指す。リヒトクライスのアーデルハイト、英語の紡ぎ鉄空を、いずれさ、その力、我がベセルをリバースとなすための供物として捧げなさい、インスレーター。ファーストクローズリバイド。逃げないで、暮らしなさい、生きなさい、死なさい、派手なさい、死なさい、なこういうのはどう、これはどう、出なさい、まるで出なさい、今後はサクショーの返事しといて、強いんだな、次はまるで聞いてなさい、死なさい、行くわよ、派手なさい、やるじゃねえか、強いわ、なんだ、ウィン、また男子か。はい。セカンドクローズディバイド。なせめて。まるで気が。クライスの死にの。こちょうどに。なすぎきなすかしな。クライスの。あれよっと。そうはいけな。ぎきなすかしな。ゆう。逃げない。あれよっと。強いわ。まるで。取られた。もっと。ベナス。クライス。ベナス。まず。無駄だ、ここだ。もっと逃げない、逃したそれ、まるで聞いて逃げない、どの辺にさ、この死ぬ、こんなに無駄よし、しない、もっと逃しなさい、強いわ、覚悟なさい、パラドクスアバンダンス、相反するまばゆき闇、この空気のルベセルを満たせ、リンクダークネス、これが力というものよ。ウィン、アピールの日なんだ。サードクローズリバイド。スキュー、スキュー、逃がさない、逃げない、お上手、お捕らえた、もったい、スキュー、スキュー、逃がさない、スキュー、行くわよ、怖い、逃がさない、お上手、お死にな、行きなさい、もっと逃げなさい、逃がさない、逃がさない、危ねえ、まるで聞いてないわ、その返事、ブレイクダウン、そのまま寝てな、ミン、はい、こうして俺と出会っちまったのが運の月ってやつだったな。恨むんなら俺じゃなくあんた自身の運のなさだ。どうしたパラドックス、随分と輝度が下がってるみたいだが、もう電池切れか。
まさかこの私がこんな坊やに見破れるだなんて。これがループエンドと呼ばれるインスレーターの力。往生際が悪いぞ電池切れ。お前だってもうフラフラじゃねえか。今夜のうつろの夜はもう終わり、あとは深淵の断裂を済ませるだけ。リンネにもこいつを奪われるなとしか言われてねえしな。じゃあなパラドクス、ちょっと行って今日の夜を終わらせてくるぜ。これがうつろの夜の元凶、深淵か。これを切ることで今夜の全てに決着がつく。まったく、お前とは二度と会いたくないもんだ。よっと！これも全部あなたの目論見通りなのかしらね、英語のクオン。さようなら、インスレーターの坊や。この借りは次の夜に返させてもらうとするわ。今度は私の方から出向いて。よく戻ってきたな、ハイド。その様子だとパラドクスには当たり前だ。じゃなきゃここに帰ってきてねえだろ。こいつも無事だよ。パラドクスのやつにもあのままとどめを刺してやろうと思ったんだがな、こっちもボロボロで寸前のところで逃げられちまった。まあ、あの深淵の扉ってやつを潰せばそれでよかったんだろ。くだらない芝居だな。お前のようなお人よしがあの女にとどめなどさせるわけがないだろう。ま、どちらにせよ生かすも殺すもお前の選択だ。恨むことなどない。あ、今ゴニョゴニョなんて言ってたんだ。なんか悪口に聞こえたけどよ。なんでもない。男なら小さいことを気にするな。パラドクスか。今回はなんとか退けたが、あれは間違いなく希代の器。この程度で諦めたりはしない。いずれ改めて決着をつけねばならないだろう。あの女が雅の秘術と最短の座を求める限りな。そして背後に見え隠れする永劫のクオンの存在、これがはっきりするまで私は逃げるわけにはいかない。なあ、今はその辺の難しいことを無理に聞き出す気はないけどよ、いつか全部話せよな。約束だぜ。ああ、そうだな。お前には借りができたしな。いつか必ず約束しよう。バカ野郎、お前まだそんなこと言ってるのかよ。それこそ全部話すのが先だろ。終わらせたら何にも聞けないじゃねえか。そうだったな、覚えておくよ。そのうちに話そう、全てをな。さあ帰ろうハイド。それに食うもな、もうすぐ夜が明ける。もしワレンが倒れているのを誰かに見られでもしたら大事だぞ。それは大事件だな。世界珍獣発見レベルの。